吉田初日直線、はい、すごくこの内容のある戦いで一着だったと思いますけど、はい、ご自身どうでした？いやそうですね、スタートも大森さんが取ってくれて、はい、北井君がもう作戦通り走ってくれたんで、うん、まあ、余裕はありました。作戦通りだったんで、うん、でもちろんね、まくりが襲いかかってくる中ですけど、はい、仕事というのもあれ落ち着いてだいぶできた感じでした？そうですね、もう余裕あって、はい、うん、で北井さんが成長している中ですけど、はい、松坂さんご自身もその後ろですごくこう成長しているように感じますけど。そうですね、まあせっかく北井君とか松井君が出てきたので、はい、まあ、僕も頑張らないと、うん、チャンスをものにできるように、うん、はい、今練習頑張ってます。本当にこう番手でこれぐらいの余裕を持ちながら最後もそのぴったりかわしたぞぐらい。そうですね、うん、なんですけど、まあ、ちょっとなんか割られちゃってちょっと、うん、北井君とはワンツーじゃなかったんですけど、うん、まあその辺ちょっと技量不足なんで、うん、まあ、その辺また頑張りたいと思います。さらにまたレベル上げていって。そうですね、はい、また2日目以降頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。